こんにちは、たです。今日はですね、タイトルにもある通りなんですが、椎間板ヘルニアで卓球をしばらくお休みしますというお話をします。もう今回の要件は、今お伝えした通りなので、ここで動画ね閉じていただいても大丈夫なんですけど、ちょっと詳しく聞きたい人のために軽い経緯をお話しします。まずですね、ことの発端はこちら。全日本選手権が終了してから、僕ぎっくり腰をやったんですね。全日本選手権前に、練習量を多くしてたくさん練習をしてたんですけど、それでこうだんだん腰にダメージが溜まってってたんですね。で、その時は痛みとまではいかないんですけど、違和感みたいのがずっとあった状態なんですけど、全日本が終了してからふと、息子のね春日を抱っこした時にグギッと、その時の疲労が爆発してしまってぎっくり腰になったんですね。丸3日間ぐらいは本当に動けなくて、そこから現在に至るまで、およそ半年ほどですけど、正直腰が万全な日っていうのは1日もなかったんですね。そんな中でもすごい腰のこう調子に波があるというか、あ、今日は結構動けるなっていう日とか、今日はちょっと全然動けないなっていう日をこう繰り返しながら、この半年間、ずっとやってきてたんですけど、でここ1ヶ月前ぐらいからかなりちょっと痛みの方が、腰が強くなってきて、でもまだ動けないほどじゃない、ただ動いた後家帰ってくると猛烈に痛いっていう状態だったんですね。体が温まり始めるとそこまで気にはならないんだけど、それでこう調子乗ってガーって練習してしまうと、猛烈にちょっと終わった後、家に帰ってきた後とか卓球をしない日とかがすごい痛い状態が続いてたんですけど、それでもね、僕は撮影もしたいし練習もしたいし、イベントとかにも行きたいしっていうところで、腰をね酷使してきたわけなんですけど、ついにね、もう2週間ほど前から腰の悪化がこうひどくなってきて、お尻から足にかけても痛みが出始めたんですね。でこれ、病院に行ってきて、流れを聞いたんですけど、このぎっくり腰から椎間板ヘルニアになり、それでよりこう悪化、もう一段階悪化して座骨神経痛というのがね出てきてしまっている状態ということで、この腰が痛い状態で無理をしてしまうと、なってしまう病気というか、そういうこう段階に行ってしまったということで、僕はね全然こう医学の知識とかはないので、その病院の先生から聞いた話をこうそのままお伝えしている形にはなるんですけど、お尻とか足とかにまで痛みがこうずーっと腰から来るようになってしまうと結構危ないよということで、そのね2週間前から痛み、そしてしびれまで出てきて、ちょっとですね限界だなというところで、さすがに病院の先生にも卓球やめないと治らないよって、一回スパッとやめなさいということを言われまして、本当に今まで痛いながらもこうだましだましやって、少しずつ少しずつダメージが蓄積していったのが、ついにねもうしびれとかが出て、夜寝れないとかっていう日がちょっと最近はあって、そこまで行ってしまったっていうところで、ちょっとさすがにこれ以上はできないなと、もしこれ以上悪化したら手術とかも全然あるからねっていう風に言われてしまったので、さすがにやっぱそこになるまでは食い止めたいなっていうところで、前までは痛みだったりとかありながらもちょこちょここうだましだまし撮影だったり練習だったりをしてたんですけど、まずは丸1ヶ月お休みを取ろうかなという風に思います。動けないわけじゃないんですよ。体が温まると別に痛みをそこまで感じずに動けるので、普通にやろうと思えばその場ではできるんですね。なので現在入っている、イベントだったりとかは、そこまでねイベントで体酷使する仕事っていうのは入ってないんで、講習会とかなのでそことかはね全然問題なく、お申し込みいただいている方はねこなすことができますので、あとは今月末に全国新体連の神奈川県予選があります。それは結構僕のチームは最小人数での予選出場となっているので、どうしてもちょっと僕が出なきゃいけない、もう2週間後とかにあるような感じなので、もうそこに関してはもう2週間丸々休んで、ちょっとねぶっつけ本番でなんとか予選で負けないように頑張らなきゃいけないなっていうところで、団体戦なのでね最小人数といえどチームメイトがいるので、チームメイトにちょっとね頑張ってもらいながら自分にできる範囲で頑張っていこうかなっていうところではあるんですけど、もうその試合と今控えているイベント以外はもう全て撮影や練習をお休みしたいなというふうに思っております。シンプルにですね、こうやってこう
やっぱり体が不自由になってきてから思うのは、もう体が資本、一番大事だよな、健康はっていう風に本当に心の底から思います。この腰をしっかりと休んで感知させた後は、今まで取り組んでこなかったトレーニングだったりとか、まあストレッチとかのこの体の柔軟性だったりとか、もうちょっとねしっかりと本当に土台から自分を一度見つめ直して鍛えていきたいなというふうに思います。本当にこのね、あの足がしびれて寝れない、痛くて寝れないっていうのは本当にまあ辛いので、まあ、これを機にというか、まだ全然やり直せるタイミングだと思うので、もう一度ね、まあより強くなるためにもトレーニングとかは必要ですし、より長く選手をやっていくっていうのを考えても、まあこのタイミングなのかなと。ここでもう変わらなかったら一生も卓球はね長く続けることはできないですし、強くなることもできないので、これをね逆に良いきっかけにして頑張っていきたいなというふうに思います。一応ですね、次の大きな僕の目標にしている大会は8月末に全日本選手権の神奈川県予選があります。まあ今からなんとか1ヶ月とかで治ってくれれば、まあ大会までね2週間とか2週間ちょっととかは練習できるんで、まあ、なんとか調整はできるかなって思うんですけど、やっぱりねこう長くやる、長く活動を続けるっていうのをテーマにしてるんで、もしそこであまり僕が納得いく状態で試合ができないなっていう体の状態だったら、まあちょっと危険もあり得るのかなというふうには思ってます。ただまあダブルスのね予選は今度9月末とかにあるんで、まあ、シングルスがね危険で出れなかったとしても、まあ、その1ヶ月後のダブルスの予選で、まあ、今回はねちょっと予選通過を目指して頑張るかなといった流れで、こればっかりは正直病院の先生にもどれぐらいで治りますかって聞いたんですけど、まあ、分からないと言われました。骨折とかであれば結構まあ2ヶ月で治るよとかは言えるみたいなんですけど、こういうね椎間板ヘルニアとかこういった病気とかはどれぐらいで治るか正直未知数っていうところらしいので、もしかしたらね2週間で痛みが引いて良くなるかもしれないし、1ヶ月2ヶ月とか半年とかねかかるかもしれないんですけど、これはね僕の今までのまあ管理不足というか、やっぱり筋肉とかがないのに無理して動いてたっていう、そういう反動がまあ来た僕のね自己管理能力のまあ低さでしかないので、そこをねもう受け入れながら頑張っていきたいなというふうに思います。最悪まあ全日本がね出れなかったとしても、まあ11月のね全日本ラージには僕がやっぱ一番そこがあの目標の一つなので、必ずそこは出場しようとは思っているので、そこに向けての調整になるかなという感じです。この YouTube の活動に関しては、あの一応動画のねストックがまだ結構あるので、あの更新が止まることはないかなというふうに思います。ぜひですね、こう皆さんがこう楽しめるような動画作りを引き続きやっていきたいなというふうに思います。それではこんなね報告になってしまったんですが、必ずね腰を感知させてニューワッタとしてより強く帰ってこられるように、しばらくはお休みが仕事だというふうに思って頑張っていきたいなというふうに思います。同じように故障とかでねなかなか満足にできなくて苦しんでる人もいるかなと思うので、僕がねやっぱそこを体験してるからこそ、そういう人たちのまあ希望になれるようにというか、そうやってあってもそれを乗り越えて頑張っていく姿をねまた見せたいなというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。というわけで今日の動画は終わりにします。また次回の動画もお楽しみに。ではまた、バイバイ。